私はそこが好きなわけではない。でもまたそこに行ってしまう。行くまではいいけれど、彼らと一緒になると嫌になる。でも家に帰るとそれを忘れて、またそこに行こうとする。また試すために。あんたどっから来たの？どっから来た？日本人です。この子は日本とどっかの国のハーフなんです。今日は花瓶にバラ何本入った？一本も入ってない。君しかいないから。今日初めてのお客さんなんだけど、心はいらないからちょっとの笑顔でお客さん喜ぶから。スミレです。はじめまして。はじめまして、サトルです。話あまり上手じゃなくて、面白いことを話したいんですけど。話さない方がいいこともあるよ。あなたがいなくてもお客さん誰も気づかないから。